どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、Dポイントの期間限定ポイントを通常ポイントに変更するやり方っていうのをね、解説、やっていきたいと思います。で、この今日ね説明するやり方なんですけども、おそらくですけども早い段階で閉鎖されると思います。ですので、もしねこの動画見られた方で実際にやろうっていう方は、できるだけ早めにやっていただく。でもうこの動画見た方がねやろうとした時にもう閉鎖されてる可能性までね、ゼロではありませんので、その点もねご了承していただければなと思います。まずこの D ポイントなんですけども、通常ポイントと期間限定ポイントがあって、まずこれ何が違うかっていうと、期間限定ポイントだと使える場所はね、限られるっていうのがあるんですよね。で、期間限定ポイントだとローソンとか、マクドナルドとか、ドコモがやってるサービスですね、D 払いで、セットして利用するとか、D デリバリーとかね、そういうもので、利用できるんですけども、この期間限定ポイントだと、ポイントの交換はできないんですよね。ポイントの交換はできないということは、この D ポイントから JAL マイルに交換するっていうのもね、できないわけなんですよね。でさらにこの D ポイントっていうのはドコモが出してるね D カードプリペイドっていうのがありますよね。ドコモのプリペイドカードなんですけども、そちらにね交換することもこの期間限定ポイントだとできないんですよね。ですけどもこれ通常ポイントだとですね、JAL マイルにも交換できますし、 D カードのプリペイドカードとかにもね交換することができますんで、D ポイントだと D ポイントが利用できるところでしか、利用することができないんですけども、これが D プリペイドにチャージした場合、この D プリペイドっていうのはマスターカードブランドなんですよね。ですんで、一気にね利用先が広がりますよね。クレジットカードが使えるところであれば、この D ポイントっていうのは使えるっていう解釈に変わるわけなんですよね。で実際にねこの期間限定ポイントを、D ポイント、期間限定 D ポイントを通常のポイントにね、交換するやり方なんですけども、コスモ石油っていうガソリンスタンドがありますよね。こちら全国にあると思うんですけども、こちらで D ポイント給油っていうのを利用します。要は D ポイントでねガソリンを入れるっていう感じですよね。そうすると本来D ポイントっていうのは、利用分が差し引かれるっていうものなんですけども、このコスモ石油だとですね D ポイントを全額1回吸収して、使った分を差し引いて戻すみたいな、こういう感じでねシステムが組まれてるみたいで、1回全部抜かれた後戻るみたいな感じになってるみたいなんですよね。これがどういうことが起こるかというと、この期間限定ポイントを含んだね全部のポイントが一回吸われて、それが利用分を差し引いて戻るわけなんですけども、この時に期間限定ポイントがそのまま通常ポイントで戻るっていう形なんですよね。これねすごいことですよ。本当にすごいことっていうのも、このドコモのこの D ポイントっていうのはすっごいいろんなキャンペーンをやるんですよね。 D ポイントでも D バレーでも結構いろんなねキャンペーンをやっていて、昨年ねすごいキャンペーンがあったんですけども、こちらのキャンペーンね D ポイント増量 20% 増量キャンペーンっていう、こちら毎年ね行われてる、数年も行われてるキャンペーンなんですけども、いろんなポイントから今出てるのはこれ三井住友カードのね、画面なんですけども、こちらはね、いろんなポイントの会社からこれやってまして、いろんな各方面のポイントから、D ポイントにね、交換すると 20% 増量しますっていうね、キャンペーンがあったりとか、このキャンペーンもね、私もこれ利用させていただいたんですけども、これね、上限ないキャンペーンだったんですよね。ですんで、いくら分でもね、こう 20% 増量で交換できた。キャンペーンなんですけども、これもキャンペーンなんで利用すると移行したね D ポイントは期間限定ポイントになるんですよね。ですので JAL マイルとかね D プリペイドとかにねチャージできなかったわけなんですけども、こういうキャンペーンでね得たポイントですら今回のこの方法を使うと通常ポイントにね戻りますんで、ですんでこの昨年で行われたこのキャンペーンのポイントね、まだ持たれているようであれば今からでもですね、コスモ石油行っていただければ
そのね期間限定ポイントっていうのをそのままね通常ポイントに戻すことができますんで、 JAL マイルとかねディープリペイドにチャージとかね、まあ、そういう利用の仕方もねできちゃうわけなんですよね。いやーこれすごいですね。うん。でこれね、まあ、冒頭にも言いましたけども、すごいね拡散されている状況ですので、この動画を見て利用しようって思って、利用された方が、もしかしたらもう利用できなくなっている可能性もね、まあ一応ゼロではないんですよね。ですのでもしね、期間限定 D ポイントを通常ポイントに戻したいっていう方がいらっしゃいましたら、まあ、できるだけね早めにね、利用するようにねしていただければなと思います。いやこれねおそらくですけども速攻塞がれると思いますんで、大量のね期間限定ポイントね持たれてるようであればね、ぜひね有効期限の延長もそうですけども、まあ、ポイント交換等々もねできるようになりますんで、ちょっと早めにね行動していただければなと思います。ちょっとね短い動画になってしまいましたけども、今回これね本当にすごいことです。私もねかなりびっくりしましたんで、もしね利用される方はねできるだけ早めに、利用していただければなと思います。今回の動画はねちょっと簡単にはなってしまったんですけども、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が気に入った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。あちなみになんですけども、このコスモ石油ねどこでも D ポイントが使えるお店ではありませんので、その点注意していただいて、概要欄にね公式サイト貼っておきますので、そこでねサービスステーション検索で D ポイントねチェックしていただいて、ご自身のね市区町村を検索していただければ、使えるお店使えないお店ね出てきますんで、ぜひねそちらから確認してから行くようにしてくださいね。行って買えなかったらね本当にねただガソリン入れに行った人になりますからね、その点はね注意していただければなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。